で、今回は、今回は、今回は、YouTube のメンバーシップっていうのを、始めてみようかなと思って、この動画を撮ってます。結構、昔はっていうか、自分的な若い頃は、YouTube やってもちょっと最先端的で、あれだったんですけども。それから随分と年月が経って、今は YouTuber っていう人がいっぱいいてですね、広告がダッと途中に画像に出てきて、その広告を消すのが仕事みたいな、なんかいろいろと知りたいことを、YouTube で調べて、で、わかりやすく説明してくれてる人の動画を見ながら、いろいろと勉強ができる、ただでできるみたいな、そんな時代です。ただ、広告がちょっとうざいみたいな、消したいみたいな。で、自分はエアブラシっていうもの、こういったものを、にはまってしまった男っていうか、エアブラシ始めて、今50、やがて54歳になるのかな、54歳になるんですけど、20歳ぐらいの時からエアブラシっていうものを始めて、で、わかんない、全くわかんないとこ始めて、で、現在に至る。で、現在でも、わかんないところもいっぱいあるんですが、とても、いい。エアブラシに、と出会って、とてもいいことが、続いてるので、楽しく続けられてるような状態です。で、今は YouTube 見てると、いろんな方々がエアブラシのことを伝えてくれているので、すげえなって思います。自分の場合は、オリンポスエアブラシっていうものをいっぱいたくさん抱えてまして、100年経っても売り切れないような、200年経っても売り切れないような、とても大きい在庫を抱えてるんです。で、通常の、エアブラシブランドのだったら、数箱倉庫にあって、で、それを世の中に、模型屋さんなら模型屋さんに、何丁か卸したりとかってやって、模型屋さんがそれを、仕入れたものをお客さんに販売する。で、フォローしていくっていう状態だと思うんです。で、アマゾンとか、ヤフオクとか、いろんなところかでエアブラシがダーッと出てきますんで、そんな中からいろいろ買って楽しんでいってもらえればなとは思ってるんですけども、大切なことがあって、エアブラシこれだけがあってすぐにうまくいくかっつったら、なかなかそうはいかないんですよね。で、エアブラシっていうのは、お世話する側も売っておしまいじゃなくって、売った後にちゃんとお客さんをフォローしていかないといけないというところがあるんです。で、それが、自分は大切だと思ってて、それをやってきて、喜ばれてるもんで、今まで仕事としても続けられてるのかなと思います。で、でもね、エアブラシのノウハウ、うまく扱っていくような、技術的なノウハウとか、っていうのは、なんていうのかな、そんなに今考えてみると、そんなに難しいものではなかったんだなって思うことがたくさんあるんですけど、パソコンがみんな、今の世の中、パソコンとか携帯、スマホとか、みんなやってるように、だんだんと、もう、無料化になっていくんですね。もう、どん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 広がっていくごとに、もう、厳しくなってくるっていうか、それをお世話したりとか、商売してくる人にとっては。で、無料化、どん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 無料化になってって、ほんで、ライバルも多くなってきて、そこで競争し合う。今の YouTuber を目指してる人とか、YouTuber やってる人は、めちゃめちゃたくさんいますよね。で、めちゃめちゃたくさんいる中で、いろいろとやって、それで、お金を稼ぎたいみたいな人がたくさんいるような世の中ですけども、自分はこのエアブラシっていうものに関して、結構、自信があるっていうか、絵がうまいとか、塗装がうまいとかっていう、そういうような感じで自信を持ってるわけではなくって、これのエアブラシのことを分かりやすく教えていけるっていうような自信は持ってるんです。
で責任を持ってサポお客さんうちからこのオリンポスのエアブラシを買ってくれた人に向けてサポートをしていきたいというふうに考えてるわけです。ででもね、ヤフオクから買ったとか、アマゾンから買ったとかって言って。で、うちは、おろしてもないし、その人知ってるわけでもないのに、オリンポスのエアブラシが世の中にいっぱい、世界中に、出ててですね。で、自分に利益が入ってないのに、問い合わせっていうか質問の、電話とかメールとかがいっぱい来るんですよ、毎日。それがそれを相手にするのが仕事みたいになってるんですけども、自分はそのために譲り受けたんであれば、その人からサポートしてもらってください。模型屋さんから買ったんだったら模型屋さんからサポートしてもらってください。ホームセンターだったらホームセンターのその売った方からサポートしてもらってください。自分はすいません、今回のあなたの持ってるエアブラシについてはこっちに利益が落ちてないんで、ごめんなさいって、適当な返し方になっちゃいますけどすいませんみたいな感じでやってるんですけども、でそんな中で YouTube に動画をハウトゥー動画を上げていくと誰でも見れるので、そのノウハウだけ持っていかれるみたいな、そんな感じの時がよくあるんです。で、会員限定とかの、そういう会員の人しか見れないような、お客さん、お世話になってるお客さんだけが見れるような仕組みっていうのはできないかなってずっと考えてて、で、最近知ったのがメンバーシップと。で、とりあえず、今、メンバーシップの話なんであれですけども、90円の月額と490円の月額っていうのをセットしてやって、とりあえずはやっていきたいと思いますんで、それで毎月払ってくれて、で、辞めたい時は辞めればいいんです。この人、嫌だとか嫌いになったとかってさっぱり辞めてもらっていいんです。また復活もできるみたいですし、で、自分のいろんな形でエアブラシのことを広げて、いいですよって、楽しいですよって、勧めさせてもらってるんで、いろんな形で入ってきてもらって結構です。だからオリンポスのエアブラシじゃなくても、他のエアブラシ持ってても、この人の YouTube 動画見て楽しみたい、勉強したいとか、日本製のエアブラシって使ったことないからちょっと使ってみようかなとかっていうので、入ってきてもいいですし、どんな形でもいいです。とりあえず、自分はエアブラシにはまってしまった男で、仕事としていろいろとやってるん、関わってるんで、皆さんにいろいろとプレゼンできることがありますよっていうことなんで、そういった中での、今回はメンバーシップをちょっと始めてみますよというお話です。で、あとは、リモートオンライン教室で学べるエアブラシ教室とかね。最近コロナで、結構大変なんで、皆さん。で、おうち時間とか、ステイホームとか。で、マスクをしないといけないとか、いろいろあるじゃないですか。で、大変な時なんですけども、そんな時に、おうちにこもって、エアブラシをやるんだけども、わかんないな、ちょっと一人じゃ心細いなっていうような人が、自分を頼ってくれて、で、自分が、YouTube の限定動画なり、無料でこう、もちろん無料で公開してる動画なり、で、YouTube のメンバーシップの限定動画が見れるのは90円のやつ。で、490円のやつは、その横動画、ライブ配信っていうんですかね。ライブ配信してチャットが出てきて、お互いにやり取りしながら、自分もチャットを見ながら、質問出た、こんな質問についてですけど、こうですよ、みたいな感じの、やり取りとか。楽しくやっていきたいなと思ってて、90円、490円をもらってる10倍、100倍、1000倍の値があるみたいな噂っていうか、そういうような、風になれるように、頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。とりあえずは、やってみますんで、長々と話してすいません。ごめんなさい。そういうことです。いろいろと、自分についてくるといいことがあるかもしれませんよっていう話です。
で、いや、竹島こいつ怪しいぞっていう、そういうふうに思われる方は、どうぞ他で皆さんと八重樫楽しんでてもらっても全然結構ですので、で、あとはオリンポスエアブラシっていうのいっぱいありますよ。で、製造に向けて、今向かってますよ。だから、みんなでエアブラシもっともっと楽しんでいきましょう。みんなでエアブラシの良さを広げていきましょうっていうような、そんな気持ちですので、長々とすいませんでした。以上、終わり。はい。